フルカウント YouTube チャンネルをご覧の皆さん、こんにちは。今回はヤクルト、日本ハム、阪神、横浜で活躍された野口敏弘さんに来ていただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。野口さん、今回解説していただきたいのが、はい、野球界でもよく聞くフレーミングっていう単語なんですけど、はいはい、まあ、漠然となんとなく分かってる人はいると思うんですが、うん、はい、まあ、最近耳にするようになったのかなと思うんですが、どう、野口さんが現役時代の頃からそういった言葉っていうのはあったんですか？言葉自体はね、本当に僕も聞いたのは最近です。現役の時、僕はまあまあ引退したの10年前ですけれども、その時にフレーミングという言葉は聞いたことがなかったですね、僕は。実際にそのフレーミングというのは、際どいコースのボールをストライクと判定させるようにする技術というようなことでちょっと認識してるんですけど、はいはい、プロの目から見てその表現で大丈夫ですか？間違いない。まあ、ただね、そういう、まあ、定義は定義なんですけれども、まあ、はっきり言ってこれは言葉は悪いですけれども、アンパイアの方を欺く行為ですよね。言い方によっては、まあ、しっかりとね、取ればその審判の方ももしかしたらもう間違ってくれるんじゃないかとね、そういうような形ですよね。だから一概には絶対にやらなければいけないというものでもないと思いますし、まあ、それが成功すればピッチャーは助かりますしというところで、まあ、それありきでこうやっていくのはどうかなとは僕は個人的には思ってますけれども、まあ、ただ一つ言えるとするならば、はい、ピッチャーを助ける、はい、チームを助けるっていう部分で重要な、はいはい、そうですね、はい、しっかり取ってあげることによってそういうことも起こりうるよということだと思うんですよね。結構補給時にミットをわずかにずらしたりとか、はい、あとはうまく体を寄せたりとか、はい、まあ、審判の立ち位置とかも見ながらの、はい、なると思うんですけど、はい、俗に言うフレーミングが上手な人っていうのはどういったところが長けてるんでしょうか？それはちょっと動きでちょっと表現してもらってもいいですか？まあ今中に出てきた項目一つありましたけれども、ミットを動かすっていうのは僕アンパイアの方とちょっと話したことがありまして、そういう件に関して動かすキャッチャーっていうのはアンパイアの方から評判は正直言ってよろしくありません。動かしたっていうことはボール球をストライクにごまかしたいからやっているんだなと。実際このストライクゾーンを これでストライクなわけですよね。コース的に言えばこうちょっとでもかすっていればストライク、今のルールではね、なんだけれども、実際ここを通っていてもミットをこう動かしたがためにボールと言われるケースも少なくありません。なので僕はミットを動かしてフレーミングがどうのこうのっていうのは違う気がします。なのでしっかりとまずは動かさずに見せること、その中でいくつか、まあ、テクニックといいますかコツみたいなものはあるんではないかなとは思います。まあ、その中の一つとして、まあ、ミットこれだけの大きさありますよね。なので、まあ、例えばまあ、ボールそのさっき言ったそのギリギリのところだとします、ね、これをここのボールを取るのに例えばですよ、こうやって取ったら、これ大げさですけれども、こうやって取ったらこの後ろにいるアンパイアの方はどう見えるかな、ここで取ってるのと変わらないですよね。ここはストライクなわけですよね。で実際球ここなんですよ。でもミットの位置はここは同じなわけですよね。それならば、まあ、言葉は悪いですけど騙されてくれるかもしれないなっていうのがまず一つですよね。まあ、逆に、まあ、こういう人はいないですけれども、ここにきっと球こうやって取ったら同じところでもちょっと外側にミットがある分ボールに見えてしまいますよね。ですからこれはこっち側でこう使うのも一つの手ではないかなと。実際のここの球を芯で取るとここですよね。だけれどもこの球をここで取ったらこうなりますよね。でだいぶ甘いところにミットは見えますよね。なので騙されることもあるのかなというのが一つ技術としてあるかもしれませんね。はい、
実際に野口さんはそのギリギリのコースというのはどういうふうに取ってたんですか？僕はあの網で取ったり、網で取ることはありましたけれども、まあ、こっち側の球をこうやって取るのは非常に痛いのでしなかったですけれども、僕が使ったのはもう一つの方法として、例えばまあ普通にここに構えててここに来ましたね、このギリギリのところこうやって取ったらもうまあまあ体のところですよね。それをこう取ったらどうですか？左に見えますね、はい、こうやって構えてて実際球ここ来てるんだけど、こういうふうに取ったら体の位置ここに最初にここにありました。だけれどもこれをちょっとこうやってこうやってずらして、ちょっと本当にちょっとですずらしてあげることによって、最初のいた位置よりもこっちで取ってるように感じてくれるんではないかと、うんうんうん、こちら側だったら、こうですかね、うん、こちら側にこうこうですね。逆にやってしまうと遠くに見えますからね、あのその方向をちょっと間違わないようにはしなきゃいけないでしょうけれどもね。大きくくるとそれも一つのフレーミングと同じ技術というか、はい、僕はそっちの技術の方が、まあ、言葉は悪いですけどアンパイアの方を騙せるのかなと思いますね。だからここでこう例えばこうちょっと動かすちょっと動かすっていうよりも印象度はこっちの方がいいような気がします。野口さんこれまでご覧になってた、はい、まあ、同世代でも先輩後輩でもいいんですけど、はい、上手だった人っていうのは、ベイスターズドラゴンズで活躍された谷繁さんなんかはね、あの非常にこのミットの動かないキャッチングっていうのはそういう意味では非常に上手だなと思いましたし、こう動かないでしっかりとパチンと取ってあげることによってアンパイアの方がよく見える、見えるからストライクになるっていうふうなことは思って見てましたけれどもね。あの方ミット開かないミットを使ってるんですけれども、あの結構こういうところで取ったりしてるんで、これわざとだろうなと思って見てましたけれども、はい、だからそういうテクニックを使ってたのかなっていう気はします。そう考えると、はい、やっぱキャッチャーの個性というか、はい、個人個人の動き方、はい、補給の仕方、ミットの使い方ってバラバラなんですね、はい、もう本当にバラバラですね。だからその谷繁さんのキャッチングはすごく動かないキャッチングだと思いますし、逆に古田さんはうまく動かしてたなっていうのはありますし、はい、だから古田さんなんかだと例えばこの辺の球を体全体でこう動かすんですよ。ミットをこう動かすんじゃなくて体で動かすんです、こうやって。そしたらミットは動いてないように感じるんですよね、パンと。その動かし方が露骨じゃないんですよね。また動かしてるんだけれども嫌味のない動かし方っていうんですかね、パンとこういうふうにこうですよね。そういうのは思いましたけれどもね。立場が変わって、はい、コーチという立場から、はい、その視点で見ると、はい、どういった指導方法とかあの選手に伝えたりとかするんですか？ああ、もうですからね、やっぱりあのアンパイアの方騙すことありきのキャッチングではなくて、しっかりとそこに来た球をそこに見せてあげなさいっていう、しっかりとアンパイアが見やすいようにした方がいいよということは伝えてきました、うん。まあ、それはもうボールだったらボールで仕方ないと、もうしょうがないですよね、うん。あのまあ、ルール上はここのホームベースのこのライン通過した時点でストライクボールっていうのは決まってるので、ここでいくら頑張ろうが、本来ですといくら僕らがこうやろうが、逆にこうやって動いてしまってもストライクかボールかは変わってはいけないものなんですよね。ですからもうしっかりとこれでこうパチンとしっかり取りました、これでボールって言われたらそれはそれでしょうがないです。それをあえてわざわざこうやって動かしたりなんだりして騙そうとした時に、ストライクをボールって言われることの方がピッチャーにとって失礼だと思ったので、僕はそれをあのしないようにしっかりと取って、それをしっかりとアンパイアに正しく見てもらう、見せてあげるっていう表現はおかしいですね、見てもらう、それで判定してもらうっていうことですよね。だからそのしょっちゅう、いつも全球やる必要はないと思うんですよね。ここぞの時にたまにパチンとこう出すから、あの騙されてくれるっていうのもあるでしょうしね。あとはフレーミングという言葉を間違って覚えてる可能性もありますよね。そうですね、もう本当にこうパーンとこうやって
動かせばいいっていうふうに思ってる人も中にはいらっしゃると思うんですよ。まあ、決してそうではないよということですよね。最後に、はい、成長途中の子どもたちにフレーミングとは何かと伝えてあげるとしたら、はいはい、一言で言うと、そうですね、まあ、だからそのボール球をいかにストライクに見せてあげるという技術よりもまず自分がしっかり取れるようになること、あの思ったようなキャッチングができるようになることがまず先決だと思いますし、そのね、人の目を欺こうとすることばっかりに集中しないでほしいなと、意識がそっちばっかりに向かないでほしい、フレーミングという言葉がね、こう出てきて、僕もになってる人はいると思います。ですけれどもそのよりも前に他にも大事なことはあるよ、そこをちょっと気がついてほしいなというのは思います。大変勉強になりました。はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。